テリオスキットとは、1998年から2012年まで、ダイハツ工業が製造、販売していた SUV タイプの軽自動車である。同時進行で開発されていた登録者企画の、テリオスの全長、全幅を軽規格内に収め、エンジンも 660cc に変更して1998年に発売した。トヨタに OEM 供給はしていない。 小型普通車規格であるテリオスの OEM はキャミである。KSUV として唯一5ドアボディとフルタイム 4WD が設定された。テリオスが2006年に販売を終了した後も2012年5月まで生産が継続された。全車ターボ付き EF 型エンジンを搭載し、当初はインタークーラー付きの EF デッド型とインタークーラーのない EF ドイツマルク型の2タイプがあり、 全車はボンネットにダクトが設けられている。2006年8月のマイナーチェンジで全車 EF デッド型に統一された。2002年の国土交通省自動車事故対策センターによる軽自動車アセスメントの衝突安全性能総合評価で助手席が6つ星、運転席が5つ星の評価を得る。2006年のマイナーチェンジ以降はカスタム X、カスタム L、 L の3つのグレードで発売された。カスタム系と L の違いは、前車はエアロバンパーやアルミホイール、ローダウンサスペンションを採用し、上位グレードのカスタム X はドアミラーターンランプ、キーフリーシステム、ABS を標準装備している。全グレードに 2WD と 4WD が設定され、スペアタイヤは鉄ホイールである。MT 車は カスタム L と L の 4WD 車のみの設定である。4WD システムは、軽自動車唯一のセンターデフ付きフルタイム 4WD 方式を採用している。アトレイに採用された、オールタイム 4WD、マルチセレクト 4WD システムと同一であるが、パートタイム機構は省かれているが、センターデフのロックと解除は、インパネのスイッチ一つで、切り替え可能となっている。 オプションで後輪のデフにダイレクトトラクション LSD が設定されていたが2009年に廃止された。ありがとうございます。